いや、鈴木さんじゃなか？和田さんでしたか？お疲れ様です。いや、僕なんか何もしてないよ。なかなかお客さんが捕まらなくてね。あ、当て逃げ。待って、ゆうた、ゆうたを返して。子供は子供をさらわれたんです。さっきの車に私のゆうたが。なんだって？誘拐ってことか。分かった、とにかくすぐ追いかけよう。和田さん、タクシーお借りします。これ、あ、なに、レースすんのこれ。いや、難易度3ってやばくない？勝利条件について このレースは通常とは異なり、制限時間内に相手を抜けば勝利となります。あ、そうなんだ。絶対逃げ切ってやる。ちょっと待って、オプション、R2 だよね。はい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 。あ、ちょ待てよ、おら。このままじゃまずい。そうそう、ターボできるかな。ここは譲れない。お、やった。これは抜かしたのでは。あ、よかった。おい、お前、俺たちの邪魔する気か。ゆうた、お母さん助けて。もう後がねえんだ。ふん、あなたもしかして糸田さん？こいつは顔見知りなのか。顔は隠してますが、うちの元従業員です。会社のお金を横領したものですから、先日夫が解雇したんです。か、金の赤いさだろうが、おかげで俺たちに残ったのは借金だけだ。ゆうたを返してください。警察にはいませんから。最初から奥さんも一緒にさらっときゃよかったな。とんだ二度手間になっちまったぜ。バカなやつだぜ、おめえら。やっちまうぞ。覆面がちょっとシュールだな。いや、でも実際こういう覆面ってどこで買うの？なんかドンキとかで売ってたりするのかな。あ、なんかやべえもん持ってんじゃん。ダメダメダメ、これは良くない。それよりこの男たちはどうする？もう警察には通報しておきました。すぐに到着すると言ってます。奥さん、勘弁してくれよ。子供は無事返したじゃねえか。金を返せば横領はちゃら、子供を返せば誘拐もなかったことにしろか。調子ないこと言ってんじゃねえ。お前らいい年してて、めえで何やってるか全然分かってねえようだな。檻の中でじっくり頭を冷やしてくるといい。あの、本当にありがとうございました。あなたのおかげでユータがなんてお礼を言っていいか。おお、キャッシュー、ありがとうございます。あ、ドライバーレベルっていうのがあるのね。おじさん、どうもありがとう。和田さん、タクシーありがとうございました。偶然です、たまたまです。謙虚な、キリュウちゃんもな。あ、足場くじいて動けんばいい。ててて、即病院で見てもらった方がいいな。行きつけの病院はあるのか。
いや、そんな場合じゃなか、客が俺のおでんも待っちょるけん、すぐに仕事も始めないかん。なんか年寄りのピュガー軽く見ない方がいい。待って、俺の屋台は30年毎日同じ場所に出とる。こげな怪我ぐらいで休むわけには。あー、もうすぐ書き入れ時は、こうしちゃ俺早く屋台も動かさんと。そんな足じゃ屋台を引くのは無理だ。だならあんたがこの屋台を引いてくれ。まためちゃくちゃだな。な、頼む前必ず令和する。長須川通り南まで屋台を動かしてくれんねん。だがあんたはどうすんだ。俺は先にタクシーに乗って向こうであんたを待つ。それまで命の次に大事なこの屋台あんたに任せる場合。頼む、年寄りのわがまま聞いてくれんねん。じゃあやりましょう。長須川通り南まで屋台を運ぶ。2分以内目的で、はっあ、結構遠いな。屋台を運ぶ。屋台を目的地まで運びましょう。通常の送迎ミッションと異なり、下記の限定ありません。急発進、急ブレーキ、急ハンドル、進路変更、ワイド、振り子、また会話がないため受け答えによる加算がありません。より慎重に屋台を操作することが重要となります。あ、ほんと普通に走ればいい。おお、怖っ。普通に車も怖い。ちょ、渡るなよ、もうここ。あー、渡りそう。そう、正面とか後ろから車来たりしないよね。うお、ほら、ありがとうございました。お、あんたこっちばい。ご苦労さん、お客さんがお待ちかねばい。いや、大したもんばい。焦げに早く着くと思っとらんもん。バッテン安全運転に来てくれたんやろね。ちょ、一回ちょやらかしたけど大丈夫か。バッチリ屋台も無事ばい。安全に気持ち凍ってくれたね。あんたが命の次に大事にしてるって屋台だからな、雑に扱えないさ。一時はどげんしようか思っとったけど、帰りお客さんに俺のおでんば食うてもらえる。ああ、ありがとうございます。運転、はい、ではメインストーリーやっていこうと思います。前回ね、あの登場会の人がね、キリュウさんですかって尋ねてきてね、バトルして終わったって感じですね。どうやら、あの、ダイゴが行方不明になっちゃったみたいなんですけれども。まゆみさんは、あ、いない？少し早いが、今日はもう寝るか。寝る！今日は疲れた、寝てしまおう。あ、ここで、2章終わりなんだね。はい。第3章、仕掛けられた絵図。ん？あ、2011年初夏、沖縄。
朝顔じゃん。シーサーや。あ、はるかだね。はるか大阪にいるんだよね。アイドルになると。本当に出ていくんだね。ああ。どうして？私はおじさんと一緒にいる方を選んだのに。お前も来年は高校生、次の年には太一や浩二も中学を卒業する。もう大人の世話になる年でもないだろう。それにお前のために出ていくわけじゃない。俺もガキの世話に飽きていたところなんだ。嘘。そんなの嘘よ。嘘じゃない。俺は俺のためにここを出るんだ。お前の芸能界入りは関係ない。それだけじゃないことは分かってる。いくらおじさんが嘘ついたって分かってるんだから。お金なんでしょ？パク社長がおじさんがここからいなくなることを条件に援助するって言ってきたんでしょ？ごめん。おじさんが気を使って嘘ついてくれてたのは分かってる。でも私には嘘ついてほしくなかったから。なんぞパク社長って、なんでそんなひどいこと言うの？大地がな、高校に行かないで働くと言うんだ。え？大地だけじゃない。綾子も浩二も。最近じゃ四郎までがそんなことを言い出してる。あいつらは自分が犠牲になってでもこの朝顔を守って、お前が成功して戻ってくる日を待つと言っている。私の帰りを？ああ、お前はあいつらの希望の星なんだ。お前が歌手として成功しまたこの場所に戻ってくることがあいつらの望んでいる幸せだ。みんな。だがあいつらは犠牲を払うには幼すぎる。金がないという理由だけで自分の可能性を潰すような生き方を選ばせるわけにはいかない。でもきっとみんなはそれでもおじさんと暮らしたいんだよ。私もそうだから。ありがとうな。でもここが潮時だ。俺らにだっていつの日か離れ離れになる日が来るんだからな。だから俺はここを去る。お前や朝顔のみんなのことを愛しているから。おじさん。誰よ、じゃあこんなバラバラになったってパク社長って人のせいなの？あ、それでキリュウちゃん朝顔離れたわけね。朝顔の資金援助とキリュウちゃんが出ていくっていうのを条件に。バスタクシー向かい。はい、じゃあお仕事の時間です。これ家の前でなんかあるんだけど、何これ、サブストーリーですか？ん、なに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 。あの、すみません、どうも、引っ越しのご挨拶に伺いました。キリュウちゃんの家に入ったら、なんかこれサブストーリーなのかな。これどうしよう、イルスを使う、どっちでもいいのかな。じゃあイルスを使ってみよう。どうすか、諦めて帰ったようだな。え、これは何、もう一回入るとあるかな。
今のあなたはとってもラッキー。何かいいことがある予感。運が重要なプレイスポットに行ってみようの目が。何これ。じゃあもう一回やるわなんかさっきのサブストーリーもう一回出なかったからね。また3章からちょっとやり直してきました。セーブデータがあったから。お、来た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 。でこれドアを開ける。あ、怖っ。長洲新聞のもんですが、もう新聞跡になってますかね。だからさ、おたくが最近引っ越してきたんでしょ。それでこちらからご挨拶に来たってわけですよ。ここにはもう半年前から住んでいや、知らなかったもんだからね。最近引っ越しされてきたと思ったんですよ。まあそれよりうちの新聞取ってもらえませんかね。とりあえず一月ほど。結局新聞の勧誘ってわけか。ドア開けさせるために引っ越しの挨拶語ると手を込んでるな。それは人聞きが悪いですね。ちゃんと引っ越しの挨拶だったでしょうが、それよりうちの新聞お願いできませんかね。断る。これね、ずっと断り続ければいいみたいです、ね、でもうちも困ってるんですよ。最近はネットやらのせいでなかなか新聞取ってもらえなくて。ね、今って新聞会社大丈夫なの？ね、私ももちろん取ってないけど新聞。これも地元紙を活性させるためだと思ってなんとかお願いします。さっさと出ていけ。なんだ、もらせる。おい、ちょっと待てよ。なんだよその態度は。それが人間に対する礼儀か。勝手に人んちで居直っといて今度は礼儀をとやかく言うのか。警察呼びます。ああ、頭おかしいんじゃねえのか。その代わりこの無駄にした時間を保証しろ。俺の営業妨害したんだからな。もうめちゃめちゃやん。もういや、さっさと出てけ。ああ、商売抜きで可愛がってやるっつってんだ。はあ、もう勘弁してくれ。ニオとあんたの家には行かない。お前の強引な勧誘でずいぶん泣いてる人が、泣いてる人間がいそうだな。ニオとあんな勧誘はしないことだ。この先あんたの噂を聞いた俺が出向くぜ。よく覚えとけ。高純度プラチナ。さてじゃあ仕事行くか。あ、鈴木さん、ちょうどいいところに来たわ。急な芸者依頼が来てるんだけど、鈴木さん行ってくれない？はい。芸者場所は、長洲大橋のたもとだからよろしくね。おい、うんちゃん。わしらタクシーの芸者を頼んだもんやけど。怖い怖い怖い。はい、お待ちしておりました。長洲タクシーです。そんなんはええから早乗せんかい。すいません、どうぞ。博多駅まで大至急頼むわ。了解しました。しかし、えらいことなりよったで。本部の使いで福岡までやってきて、せっかくやから長洲街で遊ぼう思とったのに、とんぼ返りやないか。ほんまにただの事故やったんですかね。さあなあ。ああ、もっと飛ばさんがい。あ、じゃあ態度が悪いわね。わかりました。はい、わかりました。頼んだぜ。ほんま、お客さん、そんなに急いで何かあったんですか。ちゃんと会話術。ちょっとうちの偉いさんが事故で亡くなってしもてな。へえ。それで通夜のために大阪戻るんや。ひょっとして新聞に載ってた名古屋の件ですか。せや、なんや、うちだけやのうて。登場会の人間も事故ったらしいが。え、登場会もってどういうことですか。新聞にはそこまで書いてへんかったんか。名古屋の交通事故2件あったんや。同じ日にうちの偉いさんとは別の場所でもう1件登場会の人間が死んだ事故があったっていう話。誰だ。ほんま偶然にしちゃできすぎですわ。誰が亡くなったの。7代目も早う跡目を示してくれたらええのに。
もうそれも無理なんとっちゃいます？末期癌なんでしょ。ここんとこずっと面会者ですや聞きましたし、このまま7代目が亡くなるようなことになれば面倒なことになるで。後目巡って組み割った内部構想ですか？アホ、そんなんしたら向こうの思うツボやないけ。後目不在の場合、直参団体組長全員の総意で8代目が決まることになる。とどのつまり派閥が大きい方が後目や。派閥いうと渡瀬組と大阪工業高知組の三大派閥ですか？せや、本家の若頭の渡瀬は今じゃ一番のボト派で、島の広さ、参加組織の数では近江最大じゃ。一方、蒼天堀を仕切る本部長は莫大な上がりで全体への影響力も大きい。高知の親分がのうなった今、どっちに転んでもおかしないで。高知について尋ね、いや、もうちょっと聞いてみよう。これから実際組長の票を集めるために相当な金が動くっちゅうわけですか。金だけで済めばええけどな。近江のトップに立つっちゅうことは日本の極道のトップに立つっちゅうことでもある。そのためにも金だけやない、後目にふさわしい功績もあげんとあかんやろ。功績？何です？例えば登場会の大物を取るとかやな。あ、それって六代目の堂島とか大幹部の真島の首っちゅうことですか？大吾と兄さん、確かに備えなことできたら近江の力は決定的なもんになる。トップに立つ資格も十分ですわ。まあ例えばの話や、本気にすんなや。大吾の話をする、大吾の話をしない、いろいろ情報聞き出せ。大吾のこともじゃあちょっと聞いてみる。それと長く、そういえば登場会の会長さんがこの福岡で行方不明になったらしいですよ。何やと？それほんまか？漏らして大丈夫かしら。昨日あたりから登場会の方が必死になって探し回ってます。そうなんかい。ほな、わしの推測もあながち外れてへんかもな。ちゅうことは渡瀬組か大阪工業あたりが堂島を拉致したってことですか？可能性あるやろな。まあそない過激なことしでかすんは渡瀬組の方やろうが。渡瀬組？まあ何にせよわしらのようなただの兵隊には迷惑なだけの話や。ほんまですな。早くゴタゴタが収まればええんですが。おい、まだつかんのかい？もうすぐです。安全運転ですからね。少々お待ちください。ちんたら走り寄ってからに。蚊がいるな、部屋に。蚊なのか何なのか、ちっちゃい虫が。登場かい？それに大悟、俺にはもう関係のない話だ。鈴木さんお疲れ様。ずいぶんかかったわね。途中でロングのお客さんを乗せたもので。あら、ラッキーね。今日も上がり。お仕事ならまだあるか、よければ行ってちょうだい。じゃあ今回はここまでにしておこうと思います。